ラーナイト ST スタジオ。今日はちゃんとやるんだね。誰かしらやると思ったら、はい、毎回誰かふざけるから。第2回、意味がわかると怖い話。怖い写真で、みんなやっぱ怖いの好きみたいで、気づいたら100万再生いってたんで。そうですね、すごいね。早いうちに2回目やった方がいいなということで、はい、ボケ7強いし、さすが設置。分かった人からも、はい、なるほど。あ、分かった人じゃないかな、最後まで分かんなかった人だね。あー、そうだね。早速行きましょう。第1問目、ブルーテリン。第1問は簡単でしたよ。あー、僕は分かりましたね。もっと分からないぞ、うん、結構むずくない、いきなり。あ、分かった分かった。怖い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 な。でもね、これはね、全然違うとこ見てたわ。これはエグいな。だから多分すぐ分かったよ。すぐは分かんなかったけど。そう、そこ分かったよ。全然分かんねえ。マジックビートアーツ終了。先に言っときますね、皆さんも一緒に考えてください。はい。じゃあ、田坊さん、回答をお願いいたします。この左下に、このめちゃめちゃ黒い人です。正解。え、うわ、ほんと足元に顔が映ってる。うわ、マジだ。しかもサイズがおかしいんですよ。足より短いと。足より短い。ズボンより全然ちっちゃいな。様子がおかしいんですよ。最初なんかね、手が変なとこから生えてるとか思ったけど。そうそうそう。これで見て、これで気づいた時の怖さよ。やばいでしょ。いやー、怖え。分からなかったな。じゃあ、第2問目いきましょう。第2問目。これは簡単ですね。これはなんかもう怖そうだな。あー、そういうことか。へぇー、まあ、もうやばい、これはこれはもうやってるやん。これもうだ、トラウマなんだよね、こういう系。全然わかんない。ほんと、ちょっと待って。悲鳴だけ違う見え方がしてる。うわー、これもやばい。無理。独特だな、怖がり方。じゃあ、たすきさんからいってみましょう。あれが鏡なのかな。向いてる方向が違う。正解。これ目、目、口、こっち見てるなと思ってた。ちょっと気持ち悪い。え、待って待って、超気持ち悪い。これ新しい。え、本当だ、超気持ち悪い。ピアノみたいな顔でしょ。そう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 。一応この写真としては、鏡でこっちを見てるのに対して鏡の方を見ている。ああ、なるほどね。これいうのたまにあるけどさ、マジ場所怖くて。やべ、これ三面鏡とかやめてほしいよね。確かに怖いね。それでは第3番目の写真、皆さん目をつぶってください。目つぶったがね、怖いですから。絶対つぶれよ。ペロつぶらなくするくだりやめろ。どうぞ。これはなんだ、全然別に。なんだこれ。いや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 。おお、気持ち悪。やばいね、一人ね。一人すごいこと。いや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 。うわ、そういうことか。ああ、もう気づきませんね。えぐいわ、これ。えぐいよ。そういうことか、分かった分かった分かった。お、じゃあ怪しいターボーさん、回答お願いします。左手がなんかもう、こうなってる。左手、左手だ、どれ。この女の子が左手がなんかこうなってる。え、怖い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 。え、お前どういう風に。え、なんかこれ、なんかポーズキモくない。腕は全然普通。腕は全然普通じゃん。あ、普通か。怖い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 。え、待って、それ以外分からんぞ、これ。え、お前だけ違う画像見てる。それでは、待って、どれだ。うん、そうだよ。どう考えても、これおかしいでしょ。あ、足、足だ、足、すごい、やば。答えは、足がぐちゃぐちゃになった。うん、ぐにゃぐにゃになってる、確かに。うわ、ここ気持ち悪い。お前すごいね。これやばいよ。腕って言ったもん。わかった。第4問目に参ります。クローズアウト。はい。お前見んなよ。あ、なるか。スカート。あれ、なんかエロい。好きそう。エロ。みんな好きそう。腕みたい。ああ、あの、うん、合ってんのかな。え、待って。おお、うわ、これやばいわ。これわかんない。やばい。うわ、これやばいわ。いいリアクションですね。うわ、変な汗かくわ、これ。キモいわ。うわ、わかんない人いる？誰か。わかんない、それ。お前、エロい目線で見ると無理だよ、これ。じゃあ、無理か。じゃあ、全部彼との舐めまし。ああ、いいね。いい体してる。そこじゃねえ。待って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 。え、ねえねえねえ。全部彼との舐めまし。ああ、いいね。いい体してる。そこじゃねえ。待って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 。え、ねえ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 。聞こえてる、聞こえてる。え、ねえねえねえ。え、ボニーマン？違う違う違う。違う？いや、もう。上でしょ。こんなの見てる時にこの緊急車やばいっちゃう。やばい、マジで。今だけはやめて。上やばいぞ、これ。また今、鬼のようにピチピチ出てる。ピチピチ出る。ここ行って、その辺でも走り回ってね。あの画像やばいかも。なんか怒ってるかもしれない。ちょっと、実家行こう、実家。また行くの。いや、キレイさん、わからないですか。わかんない、わかんない。回答は無理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 ということで。あ、胸元に顔があるとか。
ねえよ。ねえねえ。胸元には顔ないですね。胸元には髪はしかねえ。ああた、え？何今？え？マジでやばい。え？さすがにやばい。え、さすがに叩いたっしょ。マジで言ってる。うん。マジで叩いた。俺はマジで叩いてない。ガチャも。マジで言ったら嘘でしょ。ねえ。お前か。俺叩いて、なんで俺なんだよ。お前か。なんで俺なんだよ。俺は嘘でしょ。なんで俺叩いてないよ。さすがにやばいっしょ。無理無理。俺今もうありえない心臓の止まり方してる。やばいな。ピチピチ言ってるし。やばいね。え、でもなんかピチピチ言ってるの普通に。その辺でピチピチ言ってるの。ここら辺はピチピチ言ってる。それ聞こえなくね。普通にここら辺あったよ。し、次ここ。何おっぱい、おっぱいじゃなくて、なんだっけ。おっぱいじゃない。この画像をよく見てみると。招かれざる女性がいるんです。うわぁ、やばい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 、試合みたいだね。ねやばい、目でしょ、あれだって。そうそう、目をつぶっていただきましょう。はい、ちょっとめちゃくちゃ怖いんだけど、上のせいで進行しにくい。目開けたらやばいもん見えそうで、やだわ。なんかめっちゃシンプルだな。てか俺シンプルに上行くわ。わかった、これやばいわ。おぉ、え、なになになに、やべ、全然わかんないぞ。終了。えぇー、あー、分かった、これも分かった。じゃあターボさんはこの時期ね、扇風機はおかしい。この時期って、なんで時期わかんの。ね、乾燥だし。ドゥルン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 。そこ俺全然違うんだけど。何何、これ上上上、またお前ら変なやつ。あの枕の下。あ、そう、俺も枕の下。なんか白いモヤみたいな。白いモヤモヤの下ない。それ顔っぽくない。お前らなんか違うの見つけてくんのやめてくんね。新しい、それかと思った。ということで、じゃあベッドの下にゆりゆると。おお、ここから立つね。僕探しててね、めちゃくちゃ怖かったやつなんで、半端ない。いいね。オッケー、よっしゃ、開いた。子供の頃俺すごいよ、結構レベル高いよ。え、あれじゃないの、違うか。はい、わかりました。わかった、わかった、わかった、わかった。これすごいね。これはわかりました。これはすごいわ。やばいよね。これはやばいっす。すごいわ。回答したい人。はい。はい。ここに男の子がいます。え、そうなんです。あ、ほんとだ。俺、マジだ。俺、2個前な。2個目あるよ。これ、人じゃないの。はい、違います。俺ももう一個、俺ももう一個見つけて。え、運転席にさ、貞子に出てくるなんとか君に見えない。違くない。あ、体育座りしてそう。見えるな、これ見えるな。見える見える。あ、怖い。こうでしょ、こういうこと。そうそうそう、こういうことでしょ。こうやってこうやって運転席に。ちょっといいっすか。そもそもあの、一個なんで。え、さっきはみんなちぎるの探さなくていいの。何個か探せじゃないの。いやいや、違う。あ、違う。次がもうちょっと僕、栗原と答えれば。おお、今みたいにちょっとなんかすっきりしたじゃないですか、今の。まあ確かに。そういうのないです。ひたすらちょっとトラウマ級大事。俺怖いの嫌いだって。じゃあ目をつぶってもらって。だから目つぶれっつってんの。お前やんちゃか、お前。日本語わかれ。赤ちゃんの。これ俺待機するの怖いから。え、そんなに。スタート。うわ、もう怖いわ。この写真自体怖いけど、マジでやばい。真ん中怖いけどね。真ん中怖いな、なんか。ああ、分かった、分かった、分かった。絶対倖田來未好きやん、こいつ。ああ、分かった。うわ。ちょっとエロい目で見ても大丈夫だよ。あ、大丈夫、大丈夫。あ、確かにエロい目で見たらちょうどいい。大丈夫、大丈夫。ちょうどいい。全員の胸元見える。あ、胸それ。いいよ。あ、二人の絵だな。はい、終了。わかる、なんとなく。お前のなんとなく 100% 違う。ここじゃないの、これなんか女の絵がもう一個あるみたいな。これがもう一個の髪の毛で、なんかこう、なんかこんな感じ、要するにこうやって、こうやってやってるみたいな。終了。え、終了。え、違うの。なんと、でも、なになになに、ここに。うわー、びっくりした。うわ、怖っ。やば、怖っ。これ怖いわ。いじめられっ子とかの。あー、かもね。かもしんないね。見方がマイケル・ジャクソン似てる。引いた方が壊すな。本当に似てんだ。ちょっとみんなね、一番気づいてないんだけど、ちょっと目つぶってもらっていいですか。あー、ねえねえ。これさっきのと違って、実はもう一箇所あるの。え、もう一回凝視した方がいい。え、ここの手全然見えない。この手マジでよく見ないです。やばいです。真ん中らへんですね。真ん中らへん。チンコ立ってる。してねえよ。え、うわー、そういうやつか。寿命ですね。マジでちょっとやばい。暑いわこの部屋。はい、ということで皆さんもね、何も分かったかわからないですけど、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、さようなら。バイビー。バイビー。というわけで、ありがとうございます。みんな見てね。いい感じ。
俺メガネ壊れた。壊れた。